堀内、小笠原に痛烈苦言。巨人の元監督で野球評論家の堀内恒雄氏が3日、自身のブログを更新。2日の巨人戦で4勝目を挙げた小笠原慎之介投手について言及した。堀内氏は、以前、彼について、セットポジションからの投球が長すぎるのはいかがなものかというブログを書いたことがあると振り返ると、昨日はいいテンポで投げていたと7回途中1失点の左腕を振り返った。その上で、彼がセットポジションからボールを長く持った理由に、巨人のバッターがタイムをかけてきたからだと5から耳にした。でもね、相手は関係なく、こっちはこっちのペースでやるのが一流のやること。理由は何であれやったらダメ。俺はそう思うんだと自身の考えを記した。続けて、例えば間合いを変えるとか、二段モーションとか、クイックとか。それって俺が思うに自分のボールにまだ自信のないピッチャーがその助けとして行うものだとねと経験の浅い投手限定のものとすると、小笠原くんのレベルだったら自信を持ってボールの力だけで抑えるべきだと思う。だから、ブログにも書いたわけさと一流ゆえの苦言だったと振り返った。別にルールブックに違反しているわけじゃないでしょ。それも打者との駆け引き。あの打診がいよいよ堀内に苦言を呈されるレベルの投手になったのかと思うと嬉しくてたまらない。そんな指導をしてるから監督をやっても長く続かなかったんじゃないですか。それ言うなら二段モーションとかゆっくりすぎる足上げとかも見てる方としては同じなんだけどな。堀内さんの言う通りなんだけど、その通りできないので今の状態。それができるならもっと勝ってると思う。堀内は何様のつもりか。あなたに言われなくても小笠原の気持ちなんてわからない。堀内ってすごくまともなこと言うし、野球も工業もよくわかってるのよね。なんで監督はあかんかったんやろうな。長く持っても早すぎてもメジャーならボークになる。この程度の成績でメジャー挑戦と言っているようだが、レベルが低い。お前に言われたくない、と思っている、50代後半以上のプロ野球ファン、数多くいると思います。